後まさゆきは、台湾の高尾市京都区出身のプロ野球選手。プロ入りから1942年までは、本名のグレハ。その後日本に帰化し、石井まさゆに改名。登録名は、後まさゆきとした。一リーグ時代に、巨人と阪神の、両チームで活躍した、外野手。瞬足、高打、強権を誇り、そのエネルギッシュな攻守から、 人間機関車と呼ばれた。戦時下の長高だへの時代であった1942年1943年に2年連続で首位打者を獲得。1942年は286で NPB 唯一の2割台での首位打者。1943年はリーグただ一人の3割打者となり最高主君選手にも輝いた。後に阪神に移ると、 1946年には、投手も兼ねる二刀流で二桁勝利も挙げている。1950年のセパ両リ,リーグ分立に伴って、毎日に移籍し、1957年には、NPB 史上初の20年現役選手として、連盟特別表彰を受けて引退。1995年日本の野球伝道に、2018年には、 台湾棒玉名人堂に選出され、大沢春に次ぐ二人目の日体野球殿堂入りとなった。尋常小学校時代に走り高飛びで高記録を出し、小田三清から、早稲田大学へ来ないか、と勧誘されたとの逸話がある。かよし農林学校時代には、近藤平太郎監督の下、春の甲子園に一回、夏の甲子園に三回出場。裸足の選手として知られたが、 平素から裸足でプレーしていたわけではなく、甲子園出場の前に全員でスパイクを新調したが、クレは足に合わず、靴ずれが生じ、痛く手脱ぎ捨てただけだったという。当時は、外野手に加えて、投手を兼任していたが、1935年の春の、甲子園では、2回戦で、リリーフに立つも他に救援投板した2投手と合わせて、 計21支球を出す乱調で、裏和中に12点を与え敗退した。以降、主戦投手になることはなく、野手に専念するようになった。1935年の夏の甲子園では、準々決勝で、松山商業に延長戦の末に敗れたが、この試合で安打を放ち一塁に出塁すると3球連続で、投塁を決め、わずか三球の間に得点を上げてしまったという。 また、国書の夏の甲子園でプレーしながら、この時の新聞に、甲子園は涼しかったとの談話を残している。1937年に、東京巨人軍に入団すると、新人ながら一番、中堅守のレギューラーとなって春季は打率。289を上げて、打撃成績5位に入るとともに、リーグ最多の8 3塁打を記録する。 その後打撃不振に陥り一時出場機会が減少するが1940年より打順は変えながら中堅守のレギュラーに復活する1942年は主に7番打者を務めるが戦時中の物資不足により品質の粗悪な飛ばないボールを使っていたためた選手が軒並み低打率にあえぐ中、クレは前年より打率を大幅に向上させて終盤には トップバッターに定着し、打率286で、首位打者を獲得する。なお、打率2割台での首位打者獲得は、NPB 唯一の記録となっている。翌1943年はクレハからゴマサユキに、改名すると、シーズン当初より、トップバッターに入って打率300を記録。リーグでただ一人の3割打者となって、2年連続の、 首位打者とともに最高主君選手のタイトルを獲得した。また、この年の5月17日から9月18日まで、当時の新記録となる29連続盗塁成功を記録している。なお、この両年は、リーグ最多得点を記録するとともに、2年連続で盗塁数2位となった。1943年シーズン終了後、台湾に帰郷するため巨人を退団する。 しかし、台湾へ向かう準備で訪れた大阪で、同地の企業、上島化学工業に勤務することとなり、さらに、上島化学の社長、宮原清氏が、阪神球団社長の戸賀志光一に、クレを紹介したことで、阪神軍に移籍することとなった。この移籍については、金銭トレードとも書かれることがある。1944年は20試合の出場で19。 盗塁を記録し、巨人のクレシン・トールと並んで盗塁王となった。この時立った打席の数は93で、2021年にロッテの和田幸四郎が更新するまで最小打席数の盗塁王であった。太平洋戦争の激化で、プロ野球が開催されなかった1945年は、平気につき8月15日の終戦をもって、除隊される。 1946年は、投手が少ないチーム事情から、外野から、正確なバックホームができるのだから、投手もできるだろうという理由で投手としても、登板するようになる。同年4月28日に行われた、開幕第2戦目の対阪球戦で、初先発。9回1失点でプロ初勝利を関東で挙げる。これ以降、先発ローテーションに定着した。 特に同年6月16日には戦後初のノーヒットノーランを達成。この試合では四死球を5個与えているが、投球数は122球で、試合時間は約1時間半の回答だった。結局、チームトップの14勝、リーグ9位の防御率3.02を上げた。さらに、登板のない日は打者として1番、センターで出場。 打率の方でも291を記録し、文字通り投打で大活躍した。しかし、以降のシーズンでは、投手として出場することは、ほとんどなく、主に一番、センターとして、阪神球団の主力選手を務めた。なお、この間の1947年には81得点で3度目のリーグ最多得点を記録している。1948年には、 金田正康の日本記録を更新する129、単打を放った。1949年末の2リーグ分裂騒動で、若林忠氏に従って、パリーグの毎日オリオンズに移籍。1950年は2番、右翼手として、リーグ4位の打率。324を上げるとともに、16試合連続得点を記録するなど、毎日のリーグ優勝に貢献した。 また同年の日本シリーズ第2戦では、シリーズ第1号本塁打を放っている。1951年も打率。302と2年連続3割を記録すると、以降1953年まで1番、または2番、左翼手として、レギュラーを務める。1954年以降は、山内和弘にレギュラーを譲って、控えに回り、1957年に、 現役引退。実動20年で、現役引退したが、実動20年を記録した選手は、日本プロ野球史上初であり、連名特別表彰を受けた。巨人、阪神という人気チームの両方で、主力選手として活躍した、稽うな存在であった。巨人対阪神の OB 戦では、君はこっちだと、川上哲二、青田昇や藤村文夫、 カジオカ・タダヨシラ両軍からからかわれていた。1987年6月7日に死去。満70歳遺没。1995年に野球殿堂入り。2013年に日本在住の子孫が正幸のルーツをたどるべく、包帯している。2018年1月4日には、 台湾棒玉名人堂に選出され、大貞春に次ぐ二人目の日体野球殿堂入りとなった。瞬速強肩の外野手として活躍。小柄ながらエネルギッシュな攻守により、人間機関車と呼ばれた。長打力はなかったが、シュワーなバッティングが持ち味で、時折見せる、セーフティーバントも、得意とした。外野手として鉄砲肩の上にコントロールが良く、二塁からの、 奏者を正確なバックホームで刺す様子はまるで神業のようであったという。正幸という名前は、クレの恩人の息子に付けられた名前を自分にも分けて付けさせてくださいと言って変更したものである。太平洋戦争末期の1945年に日本プロ野球は戦争の影響からシーズンは中断され、阪神甲子園球場のグラウンドは芋畑になったが、クレはそこで、 現場監督を務めた。5は、学生時代に、かよし農林学校で学んだ経験を活かし、土壌改良にも取り組んだという。巨人時代に、仲の良かった、平山菊次の実家に招待された際に五右衛門風呂に入ったが、台湾生まれの呉は入り方がわからず、本来足でそこに沈めるべき底板を蓋と、勘違いして出して入ってしまう。 当然、浴槽の底は高温になっていたためクレは暑くて、驚くが、これが、日本の風呂と思って、失礼に当たらないようにしばらく我慢していた。そのうち、後もさすがに、我慢できなくなり、高速な足の回転を生かして、風呂の中で猛烈な勢いで走り続け、何とか火傷せずに済んだという。高尾市京遠くにあるクレの功績を称える。 パブリックアート台湾で2014年2月27日から、日本では2015年1月24日から、公開された台湾公立化吉農林学校野球部の活躍を描いた台湾映画、カナンバーワン931回の向こうの甲子園の作中に、少年時代の語も登場し、ギーノリアスが演じた。クレハに関するカテゴリー、石井正幸に関するカテゴリー、 ありがとうございます。